皆さんこんにちは。アップル認定サポートプロフェッショナルのタカと言います。よろしくお願いします。今日はですね、 Gmail の便利な使い方っていうのをご紹介していきたいと思います。 Gmail って言いますと、世界で最も利用者が多いメールのサービスになってまして、でさらにですね、まあ、僕の意見なんですけども、世界でね、最も進んだメールのサービスなんじゃないかなと、僕自身感じています。で、それはなんでかと言いますと、Gmail はですね、メールに関する、悩みっていうのに、答えをね、出してるんじゃないかと僕は思ってまして、この悩みなんですけれども、すべての人が感じる悩みっていうふうに僕は考えています。もちろんですね、僕自身もそう同じ悩みをね、今まで感じてたんですけれども、じゃあそのメールで感じる悩みっていうのはどういうものかと言いますと、ちょっとねまとめてみたんですが、メールに関する悩みというのは、例えばですね、いっぱい溜まってくるともうね把握してくるっていうのがだんだん難しくなってきます。そしてですね、受信をした時に整理をねしようというふうに考えるんですけれども、その受信した時に、整理のために分類した分類がですね、必ずしも後で役に立つとはね限らないっていうね、そういう悩みがあったりします。あと基本的にですね、メールっていうのは誰かからまあこうしてくださいとか、あとなんかいろんなお知らせが来たりとかするわけなんですけども、その返事とか、あとそれをメールを受けた自分でやらなくちゃいけないことっていうのを、まあ忘れないようにするために別途ですね、メモとか、あとなんかね、まあ、例えば付箋とかそういったものでですね、忘れないように管理していくっていうね、そういう必要があるっていうのがこのねメールの悩みなんじゃないかなと思われるんですけれども、 Gmail はですね、それらの悩みをたった3つの簡単な操作で全て解決しているっていう風にね、そういう風なサービスになってるんじゃないかなと、僕考えています。でこのたった3つの、簡単な操作なんですが、誰でもねイメージしやすい本当にね3つの簡単な操作になってまして、今回それをね順番にご説明していこうかと思ってます。でまずですね、その前にその僕のご説明する説明をですね、まあ、理解しやすいようにちょっとねイメージっていうのをちょっと合わせとこうかなと思うんですけれども、例えばこれ iPhone 版の Gmail なんですけども、まあ、Gmail のこの受信トレイにたくさんメールが溜まってますとっていう状態があったとしまして、でこの受信トレイっていうのはですね、まあ、言ってみたら自分のデスクのね机の上だというふうにね考えていただければと思います。でですね、その受信トレイのメールっていうのはですね、そのデスクに置かれた書類やというふうに思ってください。誰かが置いてきた書類っていう、そういうイメージですね。このイメージを念頭にこれからねご説明を聞いていただきたいんですけれども、まずその1、いらないメールについてどういうふうにするかっていう運用なんですが、例えば受信トレイに、メールが来ました。これは自分の机に書類がねパンと置かれたというふうにね思っていただいて、例えばその書類を、まあ、ちょっと読みましたと、で、読んだと、でその結果、うん、まあ、これはまあ、書いてることは分かったと、でもこれはもう今後、まあ、必要ないと、書いてることが分かればもう僕はいらないっていうふうに思うことあると思うんですけれども、じゃあその書類はね、どうするかと言いますと、本物の紙の書類であればですね、もういらない書類っていうのはゴミ箱に捨てるとか、あとまあシュレッダーにかけるとか、そういうふうにすると思うんですよね。なので、Gmail はですね、そのメールをゴミ箱行きに、するというふうな運用をとります。メールのですね、ゴミ箱行きっていうのはですね、ここのメールにですね、この上にこのゴミ箱マークがありますんで、ここを押していただくと、そのメールはですね、ゴミ箱に行くと。まあ、紙の書類でいうとこの、まずゴミ箱捨てたりとか、シュレッダー行きにするっていう、そういう感じになります。なんで、見ていただいた書類でも、これはもうね、残す必要ないなと思ったものは、ゴミ箱行きにするということです。で、ゴミ箱行きに行くと、受信トレイからは、そのメールが消えます。これで、机のような書類がですね、まあ、片付いたということになります。で、次、その2としては、必要な書類っていうことなんですが、まあ、例えばね、来た書類見ていただいて、で、この書類は、あ、これは価値があるもんやと。だからこれは残すべきだなっていうふうに考えたとします。で、その必要だなと思った書類、まあ、読んでいるなと思った、後なんですけれども、実際に紙の書類で考えるとですね、必要な書類をですね、ずっと机の上にずっとこう積んだりとかはね、しないと思うんですよ。まあ、してる人いるかもしれないですけども、まあ、理想的なのはね、机の上に積みっぱなしはせずにですね、例えば引き出しとか、バインダーとかに挟んでですね、ちゃんと保管庫みたいなことで、ちゃんとね、保管しとくと思うんですよね。で、Gmail はですね、それを、アーカイブっていう形で、保管していきます。まあ、括弧保管庫行きっていうふうにね、僕表現してるんですけれども、アーカイブという機能を使って、それらのことを実現します。アーカイブはどうやってするかと言いますと、ゴミ箱の左側に、このね、箱に、下向き矢印があって、
こういうねアイコンがあるんですけども、この箱に下向き矢印が書いてるものが、アーカイブというアイコンになりますので、これを押していただくということになります。で、このアーカイブボタンを押してアーカイブするとですね、メール自体は、まあ、保管庫アーカイブっていうところに行きまして、で、受信トレイからは消えるということになります。まあ、つまりですね、アーカイブしたことによって机の上からは片付いたということになります。まあ、これで机すっきりできますよね。で、ちょっと補足なんですが、アーカイブしたやつはね、どこで見るのかということなんですけども、実際にはね、バインダー開いたりとか引き出し開けたりとかすると思うんですけども、 Gmail の場合はですね、この左上にありますこのハンバーガーボタンって3本線のやつを押しますと、こういうね、メニューがずらっといろんなね、あのメールの分類が出てくるんですが、真ん中ら辺にですね、すべてのメールっていうのがあります。で、これを押していただくとですね、このすべてのメールっていう中にはですね、自分が受信したメールだけじゃなくて、自分が誰かに送ったメールもね、本当自分に関わるすべてのメールがですね、本当すべてのメールっていうところにね、入っています。で、これ使ってるとね、あの非常に多くメールがね、溜まってくることになるんですけれども、まあ、でもですね、もう全部こうやって出されてもですね、さすがに把握しきれないよっていうふうにね、思う方いらっしゃると思います。そこでですね、Gmail の重要な特徴の一つとして、Gmail は、Google が作ってる Google 製のサービスになるんですけれども、Google っていうのはですね、もう言わずと知れた検索の王様っていうことになります。なので、Gmail にはですね、Google 製の検索エンジンがですね、搭載されています。この検索エンジンどうやって使うかって言いますと、まあ、例えばすべてのメール開いていただいた、この上のところにね、メールを検索っていうのがあるんですけれども、そこにですね、キーワードとか、検索したい、ね、言葉とかいろんな、ね、ものを入れていただきます。まあ、例えば Amazon の、ね、返品に関する確かメールが前来てたような気がするなっていう時は Amazon スペース返品って入れていただくんですけども、ここにはですね、いろんなものが入れることができまして、例えば相手が分かってるんであればメールアドレス、それからお名前だけ分かってるんであれば人名とかで、キーワードね。で、キーワードは、曖昧なキーワード、例えば連絡先なのか電話帳なのかっていうのもある程度の、読み替えもしてくれます。で、例えば、日時ね、2年前じゃなかったような気がするな、みたいな日時とか、あと、確かね、PDF がついてたような気がするな、みたいな添付ファイルとかも、こうね、織り交ぜて、検索することができるんですね。で、もう一つね、これすごいところなんですが、例えばメールがね、何十万件、何百万件あってもですね、一瞬で答えが返ってきます。まあ、つまりどういうことかというと、その保管庫アーカイブからですね、メールを探し出してくるのは、自分の仕事ではなくて、ほんと Gmail のね、仕事になります。なんで Gmail がですね、なんとかメールを引っ張り出してくるので、もうあなたはですね、整理のことを一切考えずに、必要だなと思ったものは全部ね、アーカイブしてポンポンポンと掘り込んでいくだけでいいということです。じゃあここまでで、2つの運用ね、削除とアーカイブについてお話ししました。基本的にはですね、削除とアーカイブをして、受信トレイが、空になればですね、もう今日しなくちゃいけないこと、処理のね、忘れっていうのはもうないというふうに考えていただければいいんですけれども、実はですね、それだと、うまくいかないケースっていうのが存在します。それを解決するのが、その3として、今は何もできないメールっていう存在がね、あるんですけれども、これはどういうものかと言いますと、まあ、例えば、机にポンと書類置かれましたと。で、その書類を見たときにですね、これはもう来週にしかできへんようなものだから、今はもう何もしようがないっていう、まあ、そういうものですね。例えばこれがですね、来週ならまだね、受信トレイ残して待つってことできるかもしれないんですけども、じゃあそれがね、半年後やったら、まあ、どうするかっていうことなんですが、これね、覚えておくのってね、もうとても難しいと思うんですよね。でもかといってですね、机のにそのまま積んでおくのもですね、邪魔やったりします。で、受信トレイをね、空にしていくっていうのがね、いいっていうふうに僕申し上げたんですけども、じゃあこれね、削除するわけにさすがにいかないですし、まあ、かといってね、アーカイブしてしまうと、そのね、半年後に引っ張り出すのってね、なかなか難しいと思うんですね。忘れてしまいそうですし。じゃあ現実世界でポンとね、来週にしかできへんような仕事をポンと渡されたらどうするかって言ったら、まあ、人にもよるかもしれないですけども、まあ、例えば書類をね、ポンと置いた人にですね、ごめん、ちょっとこれ来週また持ってきてって、まあ、言うたりすることもあると思うんですよね。で、Gmail なんですけども、まあ、このようなケースにですね、対応した機能が備わってます。それがですね、スヌーズという機能ですね。先送り機能と考えていただいてもいいんですが、それはどうやって使うかと言いますと、例えばメールがありますと。で、これはね、週明けの月曜日にしかできへんようなことなんで、まあ今はもう関係ないから受信取るからもう消しときたいと、っていうふうにね、思ったとします。そしたらですね、この右上にあります点々点、これ一度押していただきますと、画面の下からですね、いろんなメニューが出てくるんですが、この一番上にですね、スヌーズっていうのがあります。
で、これを押していただくとですね、いろんな感じでですね、いつまでね、先送りさせますかっていう、こういうね、選択肢が出てくるんですけれども、例えばこれがね、来週の月曜日っていうふうに選択するとですね、それがスヌーズされたっていうことになりまして、一旦受信トレイからは消えます。そして、指定時間になるとですね、再び、受信トレイに、再受信っていう形で現れるんですね。で、これはどういうことかと言いますと、自分はですね、今できない作業をですね、一旦忘れて、今やるべき仕事に、集中できるっていう、そういう機能になります。例えば一つのメールで、長くね、例えば3日にわたるような作業っていうのがあったとしたら、例えば今日3分の1やった。で、もう今日はもうできないってなったらですね、また、翌日にスヌーズさせるわけです。そしたら、一旦受信トレイから消えます。で、翌日また、スヌーズでね、またメール返ってきますんで、で、例えば3分の2またやって、で、またスヌーズさせて、で、また次の日に、最後のね、3分の3やって、で、最後ね、終わらせたんでアーカイブすると。そういうような形で、何度もね、長期にわたる作業であれば、何度もスヌーズするってこともあるかもしれないですけれども、こういうふうにね、作業していって、受信トレイが空になればですね、もう今日の作業はおしまい、今日ね、やり残したことはもうないということが、はっきりわかると。いうことになってます。気持ちの面でも、すっきりとね、生活していけると思うんですね。なんでこんな風にですね、Gmail はですね、もう簡単な操作でですね、皆さんがよくね、メールで感じるメールの悩みっていうのを本当にね、解決してくれてます。ぜひね、これ皆さん使っていただくようにね、僕お勧めしたいと思うんですが、特にですね、自分の使ってるメインのメールがですね、ドコモのやつとかソフトバンクとか au とか、そのキャリアからね、提供されてるメールをね、今例えば iPhone とかでお使いの方なんですが、ぜひともね、 Gmail への移行をお勧めいたします。キャリアからのメールってよくね、迷惑メールっていうのがね、よく来たりとかして、それをね、ブロックしてるがゆえにですね、必要なメールが届かなかったりっていうこともあるかもしれないですし、そういうね、Gmail は迷惑メールに対するフィルターもね、非常にしっかりしたものが備わってますし、特にね、キャリアの設定画面とか開く必要もありませんので、この、迷惑メールからも解放されますし、メールがね、受信できないっていうトラブルなんかもね、非常に減ります。もうほぼなくなります。で、またね、キャリアの乗り換えによって、そのキャリアに預かってもらってるメールっていうのはもう消えてしまうっていうこともあったりするんですけども、そういった心配からも解放されます。なんで、非常にね、多くの方にお勧めできるメールサービスになってますんで、Gmail メインで使われてない方は、ぜひ参考にしてね、使っていただければと思います。こういう感じで僕のチャンネルではですね、主に Apple 製品を使った便利な情報を配信してるんですが、こんな風にね、Apple 製品に限らず、使うといいよっていうね、サービスもご紹介したりとかしてます。またいろんな情報ね、配信していくので、僕のチャンネル見失わないように、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いしたいと思います。それからですね、このチャンネル登録の横にベルマークっていうのがありまして、これをオンにしていただきますと、僕がね、新しい動画、皆さんにお伝えしたい動画を出した時に、タカさんが動画上げましたよっていうのが YouTube からお知らせ来るようになりますんで、ぜひ活用していただければと思います。あと、この動画ね、ためになったよっていう方、ぜひね、高評価で応援していただけるととても嬉しいです。それでは今日は失礼したいと思います。ありがとうございます。